都市間鉄道スリランカの交通では、スリランカの交通について述べる。スリランカの交通は、スリランカ最大の都市コロンボを中心とした、道路網を基盤とする。鉄道網も存在するが、イギリス植民地時代の遺産に大きく依存しており、今日では、国内の物流に占める割合は限られている。その他には、水路や港湾、空港といった施設が存在しており、 主要な国際空港はコロンボから北に約3 5トルのカトゥナーヤカに位置している。コロンボ周辺の道路網は状態も良く日々さらなる改良が加えられている。コロンボの通勤列車スリランカの鉄道路線図スリランカの鉄道輸送は主要な人口密集地を結ぶ都市間列車とコロンボの通勤需要をターゲットとした通勤列車の2つに分けられる。 国内の鉄道はすべてスリランカ鉄道局により運行されており、その総延長は約1 5 6 1トルに達する。コロンボはこの鉄道網の主要な接点である。鉄道路線は9つの州すべての主要都市と接続している。鉄道網の大半はイギリス植民地時代に建設されたもので、最初に建設されたのは1867年4月26日開通の コロンボとキャンディを結ぶメインラインであった。イギリスは鉄道をプランテーションで生産した紅茶やゴム、ココナッツといった作物をコロンボ港に安く運ぶために用いた。それゆえ、スリランカの古い鉄道網はこうしたプランテーションを結ぶのに適した形で構築されている。イギリスからの独立後、スリランカの経済はプランテーション農業から工業へと焦点を移した。 道路網もまた成長し、大型トラックの普及と相まってより早い輸送が可能となり、鉄道の輸送量は減少した。鉄道網が人口密集地やサービスセンターではなく、プランテーションに焦点を当てて構築されていることから、鉄道輸送はその正規を大きく損なっている。二0 1年現在、コロンボから南部に向け海岸沿いを進むコーストラインに対してより高速で、 効率的な鉄道への近代化と延伸が実施されている。2010年にはエネルギー効率の改善のため運行量が多い区間の電化も提案されているが、こちらは実施には至っていない。2019年3月11日に日本の国際協力機構の支援でコロンボ市内にライトレール建設のための縁、借款貸し付け契約が調印された。この事業では、 コロンボ中心から郊外のマラベまでの 16km にライトレールを建設して16駅を設置する計画で2025年の開業を目指している。スリランカの鉄道路線は世界でも有数の風光明媚な路線である。中でもコロンボとバドゥッラを結ぶメインラインはスリランカ中央高地の切り立った山々に沿って走る美しい路線となっている。鉄道路線は コロンボとスリランカの主要都市、キャンディ、ゴール、マータラ、アヌラーダプラ、ガンパハ、ニゴンボ、クルネーガラ、アビッサウェルタ、カルタラ、ポロンナルワ、バッティカロワ、トリンコマリー、バドルッタ、ガンポラ、ナワラピティア、マータレー、バブニア、プッタラム、チラウを結んでいる。かつては、北部の主要都市、ジャフナ、カンカサントレーマンナールに向かう路線も存在したが、 内戦中は LTTE により破壊されていた。しかし、2013年9月14日に、ノーザンラインのオーマンタイ、マイナスキリノッチ間が復旧した。スリランカには、狂気の鉄道路線が、ナーヌオヤ、ヌワラエリア間、アビッサウェ、ラヤチアントタ間、それに、アビッサウェ、ララトゥナプラ間とオパナヤカ間に、存在していたが、資金的な問題から現在は廃止されている。 コロンボアビッサウェ、ラカンのケラニバレイラインも狂気であったが後期へと更新されている。同線の橋や公共は1970年代に改め期に向けて整備が行われた。しかし最終的に後期へと移行したのは1997年になってのことである。鉄道路線の延伸計画としては1974年に当時の運輸省大臣、レスリーグナールダナが コーストラインを、プッタラムからアラバッカルーまで延伸することを明らかにしていたが、実現しなかった。2007年、運輸省は、マータラカタラガマ、パズッカハンバントタラトゥナプラ、クルネーガラダンブッラハバラナ、パナドゥラホラナの4路線を2014年に延伸するとの発表を行った。延伸計画は2019年現在でそのほとんどが実現していないが、 コーストラインのマータラカタラガマガンの延伸は第一期として2019年1月6日にマータラ駅ベリアッタ駅間が最高速度時速 120km で開業した。道路はスリランカの陸上交通の約93%を占める。イギリス植民地時代から現在に至るまで車両は左側通行である。SLTB のバススリランカには A クラスと B クラス。 合わせて約1万 2000km に上る道路網が構築されている。道路密度は南西部、特にコロンボ周辺で極めて高い。しかし、農村地域には2013年現在でもまだ伝統的な牛車が残っている。多くの道路は細く、状態も悪い。しかし、A クラス道路には表面が滑らかに舗装されかつ幅も広く、 標識などが整備されたものも多い。コロンボやその近郊の主要な道路は良い状態に保たれている。道路網は国中に幅広く広がっており、高等教育、道路省の道路開発庁によって日々更新と修繕が行われている。橋梁については全国の国道に約4800の橋梁があり、2010年時点で橋歴50年を越す橋梁が 全体の42%を占めている。南部高速道路は全長 151km の高速道路であり、コロンボと南部のゴール、マータラ、ハンバントタを結んでいる。この高速道路は南部州の経済発展を目的に建造された。ついで開業したコロンボカツナーヤカ高速道路は、コロンボと国際空港のあるカツナーヤカを結び、さらにコロンボ外角環状道路は、 コロンボの外縁で各高速道路を接続する。2019年現在、その他にもコロンボキャンで高速道路が建設中の段階にある。また、政府は都心部からこれらの高速道路に乗り入れるための高規格道路の建設も計画している。様々な事業者のバスバスはスリランカで最も主要な公共交通機関である。スリランカのバスには 公営のスリランカ交通局により運行されているものと民間によるものが存在する。SLTB は都市と農村両方の路線を運行している。農村地域の路線の多くは採算が取れておらず、民間の事業者は運行対象としていない。バス交通は全国的に活発だが、中でもコロンボは極めて発達したバスによる公共交通網を持つ。 ケター地区の中央バスターミナルは、コロンボのバス交通網の中心地としての役割を持つ。コロンボの道路網は放射状に広がっており、都市の中心部と各地を結んでいる。しかし、主要道路であってもバス専用レーンのような仕組みは存在せず、通勤時間帯は激しい交通渋滞の影響にさらされている。こうした問題の解決策として、 バスラピッドトランジットシステムの導入が提案されているが2013年現在いまだ実現には至っていない。都市間バス路線はスリランカの主な人口密集地の多くを接続している。わずかながら南部高速道路を用いる高速バスも運行されており、この路線にはランカアショクレイランドの現代的なバスが使用されている。2011年 SLTV は老朽化したバスを置き換えるため、新型バスの導入を開始した。導入されたのは、ボルボインドのボルボ8400で、コロンボの主要な路線にて運行されている。スリランカには、計 160km に上る水路網が存在している。これらの多くは、南西地域に存在する河川を元としたもので、喫水の浅いボートが用いられる。 1987年の統計によると、スリランカには、原油、石油の輸送用の 62km のパイプラインが存在する。コロンボ港のコンテナターミナルスリランカには、コロンボ、ハンバントタ、ゴール、トリンコマリーの4つの喫水の深い大型港が存在する。中でもコロンボ港が最多の貨物を取り扱っており、ゴール港がそれに続いている。 ジャフナ北部のカンカサントゥレーの港は比較的喫水の浅い船に用いられている。ハンバントタ港は2010年に完成した人工的に作られた港で2010年現時点では引き続き燃料補給施設が建設中の状態にある。コロンボ港も拡張工事が行われており、カンカサントゥレー港は修復工事並びに春節工事が行われている。合計 21隻相当6トン数19万2190トン、最下重量トン数29万3832トン、選手、バラ積み貨物船、X4、貨物船、X13、ケミカルタイカー X1、コンテナ船、X1、石油タイカー X2 スリランカ航空は、スリランカのフラッグキャリアである。1979年、エアランカとして設立され、 1998年に部分的に外国資本の参加に入ったことを機に、現在の名前に改称した。スリランカの国際空港としては、コロンボ近郊のバンダラナイケ国際空港、南部ハンバントタのマッタララージャパクサ国際空港、それに2012年現在再び国際化が図られているラトゥマラナ空港の3つが存在する。コロンボ近郊のラトゥマラナ空港を中心に、 スリランカ全土への国内線が運行されている。就航航空会社、バンダラナイケ国際空港のメインターミナルに接続するミヒンランカの航空機、コロンボの北3 5トルのカツナーヤカに位置するバンダラナイケ国際空港は、スリランカ第一の国際空港である。2013年3月には、新たな国際空港として、南部のハンバントタに、 マッタララージャパクサ国際空港が開港している。コロンボの南に位置するラトゥマラナ空港も、また国際化が図られており、バンダラナイ系国際空港完成後就航していなかった、国際線が半世紀ぶりに運航される予定である。2012年現在、スリランカ全土では18の空港が存在する。ありがとうございます。